party, come move around, look fresh, fresh when... 誰も知らん。誰も知らん。知識がなさすぎて誰もわからん。もうキックオフはちなみにしております。間に合いませんでした。3時キックオフでただいま3時5分です。誰か今とりあえず場外の、ちょっと屋台出てるところで、ちょっと飲もうと思ってます。あ、なんかでも盛り上がったの、なんかやっぱキックオフしただけあってめっちゃ盛り上がってるよ、中。さすがキックオフしただけあるね。こういうのがいいよね。そうだね。これを楽しみに来とるっていうのもある。ちょっとでも。いなりゲット。いなりかい。牛すじ煮込みうどんじゃなくて、いなりかい。いなりかい。いなりずっと食べたかったよ、1週間前ぐらいから。ここでここに来て巡り合った。すごいよ、買っとるやん。いいじゃない。何これ、海鮮三種盛りだって。何と、牡蠣と、牡蠣とサザエとホタテ。いや、スタジアムで食べる飯じゃねえ。すごい。私のいなりと大違い。飲みますか。私は普通のキリンで、はい、私はサンフレッチビールだから、ちょっと赤いっていうか紫というか。あ、そういうことか。イエーイ、乾杯。うまい。うん、まっ。あ、ちょっとブドウの味する。どう最近は。いやいや、そんな時間ない。近況話す時間ないんです。入りましょう。カキこう、カキでかでかくないかな。かプリプリです。うまそう。すかさず。何買ったの？煎じ柄と、広島名物煎じ柄と牛タン串を買ってる間に、いや、1点入った模様。おそらく1点入ってます。ゴールという大きな歓声と雄たけびが。信じられんぐらいの歓声聞こえた。ちょっと中に入って様子を伺いましょう。はい、牛タン串焼いてたらうまそう。やっぱり1点入ってました。1点は入ってました。1点は入ってました。盛り上がり方異常です。異常だ。あっという間の前半でした。試合開始30分くらいで入ったから。それあっという間だわ。以上の各社が。はい、ということで、ハーフタイムなんで、ちょっと買い出しに行きたいと思います。はい、頼まれた赤ワイン買ってきた。いや、赤ワイン頼んでないんだけど。あれ、赤ワインじゃなかった？赤ワインじゃないよ。あれ、ビール頼んだけど。ごめんごめん。で、赤ワイン買ってきたの。赤、うん、赤、白。いや、違う、その赤とか白の問題、色じゃない問題。いや、なんか、自分は何か。ハイボール。ハイボール買ってる。キンキンのハイボール。めちゃくちゃポテリコと合うじゃん。常温の赤ワイン。赤は常温で。こんなカンカン照りなのに常温で。氷入れてくれよ。いる？いない、見たことない。スタジアムで赤ワイン飲む人間。もうまい。なんかポテトっぽいから。ポテトだからね。ポテトっぽいな。いや、ポテトだから。ポテリコ言うと。うまっ。うまい。あ、ハイボールやな。うん、そうやろな。赤ワインじゃないかも。赤ワインじゃないか。ふざけんな。初めてゴール見れました。いや、初得点。2点目です。素晴らしいです。待望の。2点目。
ただ自分らが1点目見逃しただけなんで、はい、牛串買ってて1点目見逃しただけなんで、あ、2点目です。2点目です。これでバッチリバッチリ熱中症対策、うん、対策でした。飲水タイム終了。マジかよ。いや、すごくね。すごいよ。すごいよ。伝え合っています。ほっこり。広島側がみんな引いてる。今お稲荷。それでは、うん、待望のお稲荷をいただきます。忘れてたわ。もうみんな帰ってる。みんな帰ってんのに。お稲荷でほっと一息。はいよ食えよ。はいよ食え。遊ぶな。お稲荷で一息つかせていただきます。終わりだけど。いや食えや。お前ずっと空気ねえだろ。いやいいのよ。真ん中右左いいのよ。いただきます。はい、さすがのお稲荷。そうっすか。うまちょっとバスなくなるから、何しみじみ味わってる。最終バスよりお稲荷よ。いやダメ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 だよ、取り残される山に。やっとです。はい、お稲荷を無事いただきまして。はい、遅いですな。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。気分がいいです。はい、40分ぐらいかかるってさ。